はい、どうもこんにちは、ちょうちんです。今日の動画はですね、もう自分が高1の時からずーっと欲しかったもので、そしてやっと今回ですね、自分が夏休み中にバイトを頑張って稼いでようやく買えたものです。そしてこちら、今回紹介するものはこちらです。 Amazon から購入しました。ということでね、まあ題名見てわかると思うんですけども、早速開けていきたいと思います。で、これ本当の話なんですけど、自分が高1の時にあの Amazon のカートあるじゃないですか、あの中に高1の時からずっと入れてて、でもお金がなくてずっと買えなかったんですけど、はい、出ました。本日紹介するものがこちらです。じゃじゃん。はい、ヘアアイロンのアドストプレミアムの DS です。で、こちらなんですけど、自分が美容の問屋で買おうと思ったんですけど、その問屋よりもはるかに安く Amazon で売ってたんで、今回 Amazon で買いました。で、僕が高校生の時に買おうとしてた時は確か3万近くしたんですけど、その時はもう高校生からしたらすごい高くて手の届く値段ではなかったんですけど、で、今回ですね、僕が買った時は2万2000円とめちゃくちゃ安かったんで買いました。で、まあなんで今回こんな高いアイロン買ったかっていうと、実は自分ですね、今までこちらのミニアイロン、タイニーのミニアイロンですね、もうこれは電気屋とかでも全然安く買える、まあごく一般的なミニアイロンだったんですけど、まあこのミニアイロンはね、メンズとかだったら毛先の動きを加えたりね、すごい使いやすかったんですけど、こういう普通サイズの大きいアイロンは高校生の時とか妹のを借りてずっとやってたってぐらいなんで、自分にとってこういう大きいアイロンを持ってなかったんですよ。で、まあ将来美容師になるにあたってでも、まあ未来への自分の投資じゃないですけど、まあ今回思い切って買ってみました。ということで、早速開けていきたいと思います。もう高校生の時から欲しかったから、積年の願いですね。ついに叶いました。バイトもめっちゃ頑張りました。でも中身こちらですね。おい！おー！いやー、ついにこの時が来ました。で、中身なんですけど、このアドストの保証書、まあこの説明書と、あとなんかこれですね、こちらも説明書なんですけど、まあこちらも後々説明していきたいと思います。はい、ということでこちらが本体です。おー、あ、もうめちゃくちゃ軽いっすね。なんか自分が思ってた以上にすごい軽い。へー、こんな軽かったんだ。ちょっとびっくりですね。なんか学校ではビダルサスーンのやつとかアゲツヤだとか、まあいろんなアイロン使ったことあるんですけど、こんな軽いアイロンは初めてってぐらいですね。ちなみに重さなんですけど、重量 290g と、もうめちゃくちゃ軽くなっております。では早速本体の確認をしていきます。はい、ということでデザインはこんな感じになっております。プレートの上にはね、アドスト DS ってこうしっかりとロゴが入ってますね。はい、裏面にも。で、こちらボタンがありますね。こちらが電源ボタンで、で、こっちが温度調節のプラスマイナスで、こちらがモニターですね。モニター表示になってるから、すごく温度調節が分かりやすい、そんな仕様になっておりますね。はい、裏面はこんな感じです。では、特にこのアイロンロック機能はないみたいですね。で、これ見てわかると思うんですけど、プレートの間にですね、2本の溝が入ってるんですよ。これがアドストのヘアアイロンの特徴の一つで、こう髪をアイロンに通す時に水分が蒸発するじゃないですか。その水分を逃がしてくれる溝らしいです。で、水分がしっかりと逃げることによって髪の痛みが軽減されるそうです。はい、ということでアドストの主な特徴なんですけど、で、さらにこのアドストのプレートなんですけど、こちらもすごくいいものになっていて、アイロンのプレートのレベルがですね、テフロン、セラミック、チタニウム、バイコートという順にレベルがだんだん高くなっていて、で、こう上がれば上がるほどすごい耐久性だったりダメージだったりすごい良くなるんですけど、で、アドストのこのプレートはバイコートといって、そのプレートのレベルの中では一番いいものになっていますね。で、このプレートの名前がバイコート S というもので、この髪の滑りがすごい向上したプレートとなっているようです。はい、まあいろいろ素晴らしい機能があるみたいなんですけど、自分はアドスト一回も使ったことないんでちょっと戸惑うと思うんですけど、まあ早速ね、使っていきたいと思います。で、そう、ちなみになんですけど、このアドストのプレミアム DS2 っていう後継機となる商品が出たんですけど、まあせっかく新しいのが出たならそっち買えようっていう話かもしれないんですけど、で、なんで今回こちらの1世代前のアイロンを買ったかっていうと、まあ一言で言うと、なんだろう、このデザインですね。
はい、なんかこういう外見とかそういうデザイン的なものでちょっと今回はこの1世代前のアドストプレミアムの、ヘアアイロンを買いました。まあ細かい理由としては高校生の時から欲しかったっていうのと、あとなんだろう、このデザインがすごく自分的には気に入ってて、で DS2 はこちらのアイロンよりも2000円から3000円ちょっとだけ高くて、で主な大きな変更点としてはこちらのプレートはバイコート S って言うんですけど、 DS2 のはバイコート S2 というもので、さらにこの表面の円滑化、その髪の通りが良くなったのと、あと髪への痛みが少し軽減されたようです。で主な変更点は多分これぐらいだと思うんですけど、まあ性能的にはそんな変わんないし、自分が持ってたこのタイニーのミニアイロンよりもはるかに性能はいいと思うんで、まあ今回は本当に自分の好みですね。という感じでこの1世代前のこのアドストプレミアム DS を買いました。はい、ということで前置きが長くなっちゃったんですけど、早速使っていきたいと思います。ということで電源ボタンをオンにしてからスタートですね。はい、お、早速つきました。すごい見えるかな、どんどん温度が上昇していきます。この温度上昇してる時がここ赤い点滅がつくようですね。ほんと地味に気になるところが、この上昇してる時だけかわかんないんですけど、すごいなんかジジジジジってすごい音が鳴りますね。はい、という感じでこの温度上昇のモニターが青くなりましたね。こちら設定温度が青になった時にこの赤いランプがチカチカしてると、なんか設定温度になったっていう表示みたいです。で設定温度からマイナスするとこの青のモニターがチカチカし始めて、温度が下がってますよっていう、そういう表示だそうです。でまあまたプラスするとこのモニターが赤くなって、はい、今青くなりましたね。上昇してますよって、まあ一目でわかる、すごいわかりやすいモニターですね。そしてですね、アドストの素晴らしい機能、このモード切り替えっていって、髪へのダメージを軽減させたモード機能で、でそのモード切り替えのパターンが2パターンありまして、では設定しない時はノーマルで普通の状態なんですけど、 M1 のパワーっていう機能と M2 のダメージっていう機能があります。でこの2つの機能は主にその髪のダメージを軽減させる機能なんですけど、こう髪をスルーさせる時に根元の時は高温で、で徐々にスルーしていくごとに毛先に向かうごとに温度が降下していくっていう、この毛をスルーする感知機能がついているんですね。まあ自分は使ったことないから、ちょっといまいちどうなるかっていうのがわからないんですけど、アイロンってこんなことができるんですね、すごい。ということでその機能を早速使っていきたいと思います。電源ボタンを押しながらマイナスボタンを押すとそのモードに切り替わるということですね。で多分1回押すと M1 で、もう1回押すと M2 になる感じですかね。では早速やっていきたいと思います。はい、これも多分見えないと思うんですけど、ここに地味にですね M1 っていう表示が増えました。でこれをもう1回押すと、はい、M2 っていう表示が出ますね。でまあということで早速このアイロン使っていきたいと思います。あー、すごいっすね。このダメージに関してあんまり手に触った感じではわかんないんですけど、このアイロンの通り滑り具合はなんだろう、なんかスーっていうかサーっていうか、メンズのスタイリングだったら絶対こっちの方がいいだろうって今まで思ってたんですけど、ちょっとなんかこれ手放せなくなりそうな気がしますね。うん、これやっぱ軽いっていうのがすごくいいっすね。正直なんかここまで使いやすいとは思いませんでしたね。ということで今日はせっかくなんでね、こちらの2つのアイロン でどっちの方がストレートになるかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。で設定温度は160度にしていきます。はい、こっち右半分がアドストのアイロンでやっていきます。ちょっと丸く円を描く感じで、はい、やっていきます。まあ僕もともとそんな癖はないんであまり変わらないかもしれないんですけど、まあ違いがあるのかということでね、はい、だいぶまっすぐになりました。うん、右と比べてもだいぶ違いますね。はい、という感じでもう半分やっていきたいと思います。あーでもやっぱこっちもいいね。細かい作業はやっぱこっちの方が使いやすいかな。はい、ということでだいたいまっすぐになりましたね。どうでしょうか。あーでもあんま変わんないけど、でもやっぱなんかアドストの方がツヤがあるのかな。うん、こっちね結構何回もやったんだけど、なんか違うね。ちょっと待って、だってもう一回やるけど、やっぱ違いますね。もうやっぱ高い値段だけありますね。そこまで見た目変わんないんですけど、なんていうんですか、このツヤ感っていうか、こっちはなんだろう、高校生によくありがちな毛先だけなんかストーンっていう感じの質感で、こっちはまあなんだろう、ナチュラルめっていうのかな。はい、ということでミニアイロンとアドストの比較でした。まあでもやっぱり違うんだなって思いましたね。
で、まあ、こっちのアイロンも高校の時からずっと使ってて、プレート自体は全く問題なく使えてるんですけど、アドストのプレートはバイコートって言って、耐久性にもとても優れてるんで、まあ、長い期間使えるものだと思います。で、まあ、アイロンを使う時の注意点なんですけど、無駄にこう、カチカチやるのは控えましょう。アイロンのプレートが傷む原因にもなっちゃうんで、そこは注意していきましょう。まあ、とにかくね、この軽さと、髪の滑り具合、これがもうものすごい使いやすくて、あと温度上昇も結構早いんですよ、これ。はい、もう今20度上げたんですけど、もう青くなっちゃいました。はい、そんな感じで使い勝手もすごいんですけど、この髪の痛みを軽減してくれるっていうのがすごいですね。はい、という感じで以上、アドストプレミアム DS のヘアアイロンのレビューでした。で、まあ、気になった方は一応 Amazon のリンク下に貼っておくんで、ぜひぜひチェックをしてみてください。で、まあ、もう一度一応言っとくんですが、こちらの後継機の DS2 っていうのも発売されてるんで、まあ、値段は少し高いんですけど、機能が少し良くなったっていうことで、まあ、気になる方はそちらもチェックしてみてください。ということで、この動画が参考になったら高評価、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、まあ、これからアイロンを使った動画すごい力を入れていきたいと思うんで、ぜひぜひ期待をしていってください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。